自分には自分のすべきことがある。今日は今日のすべきことがある。今は今のすべきことがある。沢木耕道。最高の名誉とは失敗しないことではない。失敗するたびに何度でも立ち上がることだ。ラルフ・ウォルド・エマーソン。過去の間違いなど忘れてしまえ。失敗も忘れろ。今やろうとしていること以外すべて忘れ、全力で取り組むのだ。ウィリアム・シー・ジュラント。今日という一日は明日という日の二日分に値する。ベンジャミン・フランクリン。常に準備を忘れるな。チャンスはいずれ訪れる。エイブラハム・リンカーン。成し遂げようと決めた志をたった一度の敗北によって捨ててはいけない。ウィリアム・シェイクスピア。力量が足りないのではない、意志が足りないのだ。ビクトル・ユーゴー。それはたった一度の敗北だ。すべてに敗北したわけではない。F. スコット・フィッツジェラルド。過ちを認めることを決して恥じるべきではない。それは別の言い方をすれば、今日の自分は昨日よりも賢くなったということなのだから。アレキサンダー・ホープ。ものすごいチャンスを待っていてはダメだ。よくある出来事を捉え、すごいものへと仕立てるのだ。弱い人間はチャンスを待ち、強い人間はチャンスを作る。オリソン・スウェット・マーデン。今日一日の実行こそが人生のすべてである。あなたはあなた自身の知らないところに数倍隠れた素晴らしいものを心の中に持っておる。とにかく自信を持って堂々とやりなさい。人に喜びを与えることが最高である。感謝することが喜びを与えることである。平沢浩。どんな状況に飛び込む時でも、僕は必ず成功すると考えて立ち向かう。もし失敗したらどうなるかと言って、否定的なことは全く考えない。人生で何かを達成したいと思う時、積極的かつ攻撃的でなければならない。マイケル・ジョーダン。どんな分野であれ、成功に必要なのは秀でた才能ではなく決意だ。あくまで精一杯努力しようとする意志の力だ。意志の力さえあれば、人は自分の決めた通りの目標を果たし、自分がこうありたいと思った通りの人間になることができる。サミエル・スマイルズ。いかに苦しいことがあっても、やけになってはいけない。苦しみはいつまでも続くものではない。逆境にある人は絶えず、もう少しだ、あと少しだ、と思いながら進むことだ。必ず前途に光明が現れるのだから。新渡戸稲造。
番大切なことは、単に生きることではなく、よく生きることである。ソクラテス。いつかできることは、すべて今日もできることである。ミシェル・ド・モンテーニュ。生きるとは、呼吸をすることではない、行動することだ。ジャン・ジャック・ルソー。人間は行動によって何かになるのだ。ジャン・ポール・サルトル。たとえ失敗しても、あくまで勉強を続けていけば、いつかまた幸運に恵まれる時が来る。渋沢栄一。始めることさえ忘れなければ、人はいつまでも若くある。マルティン・ブーバー。何も打つ手がない時にも、一つだけ必ず打つ手がある。それは勇気を持つことである。ユダヤの教え。すべてが失われようとも、まだ未来が残っている。クリスチャン・ネステル・ボビー。あらゆる物事に関心を持ち、あらゆることに感動し、そして感謝を忘れないことが人生を楽しむためには大事だ。北原照久。人間の最も偉大な力とは、その人の一番の弱点を克服したところから生まれてくるものである。デイビッド・レターマン。最後まで見てくださりありがとうございました。感想をコメント欄でお願いします。あなたの言葉が私に勇気をくれます。今回は以上になります。それでは次の動画まで、さよなら。